勝てなかったという話がありました。前の4試合というのは中に入れて、今日はどんなふうにつなげてきましたか？毎回毎回フォアボールも多くて、今日も同じだったんですけど、見ている皆さんにストレスを与えてしまって申し訳ないです。まあ、今日の投球というのが7回を投げて7安打、フォアボール2つ、153球という投球数だったんですが、内容についてはいかがですか？帰りが遅くなってしまってすいません。今日の途中でまあまず多かったんですけども、首脳陣から打診は何かあったんですか？球数を意識するとダメなので、あんまり球数は、まあ、コントロールがね、そんなに良くないんで、手が良くないんで、球数はどうしても多くなりますけど、あまり気にせずにやってます。まあ、本当にキャンプの時から怪我なんかもありました、手遅れましたけれども、そのあたり、今日の勝利、改めてどんな気持ちですか？すごく嬉しいです。今日の打線も大量援護ありましたよね。そうですね、本当に野手の皆さんに助けてもらいながらですけど、次こそビシッと抑えれるように頑張ります。今ビシッとというようなことがありました。で、遅れました。次の登板に向けて一言お願いします。まあ、次の登板が大事だと思うので、しっかり1週間調整して、次こそビシッといきます。ビシッとというのはどういうことでしょうか？ビシッとがあると思うので、はい、以上です。じゃあ次回はビシッとした動画を期待します。菊池投手でした。続きましては今日2本のホームラン、そして打点が6、中村拓也選手です。今日の皆さんも菊池投手参加しましたけれども、4番の2振りでこれゲーム勝利に導きましたね。ご気分いかがですか？ご気分ですか？あ、まあ、まずは最初の打席三振がありました。その後の打席のホームランなんですが、打った後目線が下がっていたんですが、手応え含めてどうだったんでしょう？なんかちょっと変な感じだったんで、アウトかなと思ったら意外とパワーありました。ハマですか。で、第3打席の満塁ホームラン、こちらは手応えを含めてどうだったでしょう？まあ、あれもどうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりパワーありました。パワーというのは、なかなか打球が飛びますね。まあ、ですね。で、今日は菊池投手が初勝利ということになりましたが、守っていて、どんな風に今日は投球見えましたか？いいピッチングをしてくれます。先ほど菊投手が次からビシッとという話をしていたんですが、中村さんが捉えるにその言葉の意味ってどういうふうに理解しますか？あいつのことはちょっと分かんないですけど、まあ完封ぐらいしてくれるんじゃないですか。できたいと思うんですけど、投球してくれると思います。で、ユーロ明日から5カードぶりの勝ち越しをかけた阪神戦、明日に向けて一言お願いします。ここ最近、まあ、あんまりチーム状態がそんなに良くなかったんですけど、まあ、今日いい勝ち方ができたんで、まあ、明日頑張ります。ありがとうございました。あとこっちゃった、
よ。